どうも、火曜日リトルと。どうもでーす。P1000 ですね、はい。インバートと普通の、まあ、P1000 オルガンタイプ。はい、まあ、レビューは終わったんで、はい、3部作品するって言ってたじゃないですか。うん、ということで、今回オプションパーツを、全部紹介していこうかなと。はい、唯一来なかった、はい、こいつっすね。これ。はい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 。よいしょ。メインが今回はこれなんですけど、これだけ、メーカーの発表も遅かったんですよね。はい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 、後出しで、これ待ってから全部やるっていうので、やっと来ました。まあ簡単にオプションパーツを全部とりあえずチラッと何があるかっていうのをちょっと説明と、はい、まずこれ、はい、シマジック PSRH 光るやつですね、はい、はい、シマジック PSRB これも光るやつよ、ね、はい、次がこの振動モーターです、はい、ですね、一応全部つけられるんですよね、はい、でこれをの電源だよね、そうそう、電源パックですよね、動かない、はい、はい、なので基本セットで、はい、ことと、これはねハンドル引っ掛けられるやつですね、はい、はい、これも後で実際にかけてやってみたいと思います、はい、これ安いんだよね、2000円ぐらい、最後にオプションとして発表されたのが、はい、油圧ダンパーですね、はい、のオプション、気になるところかなって、これが一番メインなんですよ、うん、で、ももちゃん曰く、うん、これがうまくいけば、うん、ストローク伸びればラッキー、多分伸びるかも、それだったらつける価値めっちゃあるっていう、そう、ちょっと何とも言えないんで、とりあえずね、うん、つけてみたいと思います、はい、忘れてた、オプションといえば、はい、これもオプションになりました、え、嘘、これインバートじゃない P1000 っていうのを買って、はい、もしその後吊り下げにしたい用のこの枠組み、はい、これオプションになりました、 P1000 はとりあえず裏返してつけられるようになってる枠組みが販売されたということです、おお、じゃあまずつけていきましょうか、はい、でつけていくってなっても、うん、P1000 インバートと P1000 っていうのはもう全く別物です、はい、ここでは引き換え会社だけなんですけどね、オプションパーツも一応別物です、共通じゃない、まあ、あ、そっか、これが違う、でも他は共通じゃない、他もね共通じゃないんですよ、まあ、説明するとですね、はい、オイルダンパーはインバート用 I がついてるものと、うん、I がついてないものでチェック入ってるんで、うん、こっちはインバート用のものなんですけど、何が違う、なんでこれはね角度がね変えられるんですよね、うん、あのサブタンクの光るやつは全部、はい、オルガンの P 線だけにしかつかない、これマジ、それマジ情報、マジ情報で、振動モーターは共通、はい、はい、さあ、あの3ペダルどっちもつけれるんですね、はい、はい、ということでこれでつけていくので、はい、ブレーキの、オイルシリンダーはインバート用ですこれ、うん、なんで一応走行テストはインバート、うん、でこっちのきらびやかな、うん、どういう色に光るのかっていうのはオルガンで、じゃあとりあえず走行に関わってくるものだけ、振動するものね、うん、とブレーキは走行に関わってくるもんなんで、これをコックピットにつけるんで、うん、これはこっちにつけますとりあえず、ということでこれで分けてちょっとね取り付けていきましょう、いやー、これダンパー PHYS と PHYSI の違いですね、はい、今回来た PHYSI っていうのはインバート用になります、うん、なんでここのオイルのサブタンクですね、うん、これブレーキオイルドット4が入ってるんですけど、うん、これが解凍するようになってるんですね、こうやって、なんでこれがこう、まあ、変更できるようになってるかっていうと、うん、この角度があるじゃないですか、うん、変えられるんで、要はこの設置角度もね変わります若干、ね、その時にサブタンクにエアーが入ってるんで、多少なりエアーを、要は重力真逆の方向ですね、角度がこうだったらこう、角度がこうだったらこうみたいな感じでつけられるようになってるのが PSSI、 なんでこっちの場合は要はインバートじゃないオルガンの方ですね、うん、要はオルガンの方にしかつけられないですね、うん、オルガンの方につけるんだったらもうこのままつければ、要は上向くんでサブタンク、我慢できないけど悩んでる人はこっちを買っといてつけて、うんうん、インバートにした時も対応できるようにっていうのも可能ってことですね、可能ですね、はい、はい、でも5000円高いと、ちょっと高い、なるほど、はい、で、工具類と説明書が付属してます、これもデイリーさんの方で日本翻訳してあるんで、うん、中国語と英語ですけどね、そっちのデイリーさんの方を見てやってみましょう、あとは付属品に、はい、この言ってたエラストマンですね、お、なんか、お、何それ、あ、ストローク減らすやつだ、逆に、あ、減らすやつね、うん、はい、と、あ、こっちは黒い方ですね、多分ね、これ使うと思います、あ、一番柔らかいやつでしたっけ、黒が、そう、一番柔らかいやつですね、はい、はい、と一応つける前にですね、シマジック初の油圧のブレーキングシステムって P2000 が初だったんで、はい、それとねちょっと比較してみます、うん、はい、まあ、比較してみますって言っても全然物が違うんで、一番最初に違うのはまずこのサブタンクの位置が固定式ってことですね、うん、要はあのこっち側のものと一緒ってことと、サブタンクからペダルを入力すると中のピストンが押されて、うん、こっちのシリンダーに対して動くって感じですね、
こんな感じで、要はバネがあるんで、そのバネの張力を使ってこっちのピストンも戻ってると。こっちの新しいオイルシリンダーの方はこの中にエラストーマーが入ってます。おこんな感じ、はいはい、なのでここを押すとこっちのピストンがグーッと上がってきてエラストーマーを押すという感じですね、うん、でブレーキングの、力っていうのが再現されてるって形ですね。 P2000 と違うところは P2000 ってここにロードセルがついてるんですよ。こっちのオイルのオプションっていうのはここに要はロードセルがついてるわけなんですよ。あ本当だったらここにつくはずなんですけど、こういう力をかけてるんだけど本当はエラストーマーがこっちに入ってるっていうのがね、ちょっとこっちと違うんで多分入力がね若干変わると思います。あ、まあ、それもちょっと、走行時にちょっと見てみますね。価格考えるとオプション入れると同じ値段になっちゃうよね多分ね。そうっすね、 P2000 っぽくはね一緒にはならなそう、うん、でフロントのピンを挿してこれで終了と。で、オイルのタンクは、重力と真逆の方向を向けるって形ですね。ちょっと注意事項で、箱から出して取り付け終わるまでこれ入力しないでください。これなんでかっていうとこの中にエアーが入ってるんで、そのエアーが出荷時っていうのはこうなってる状態なんですよ。だからピストンの中にエアーが割り込んでエアーが混ざってる状態っていうのがあるんで、できればこの倒立させた状態で1時間ぐらい、そうするとエアが上に行く、そうするとまあうん行きやすいかなって感じですね。だもしエアとかなんか詰まってそうだなって人はちょっとデイリーさんに問い合わせた方がいいですね、はい、じゃあとりあえず入力してみます手で。うん、今これ、はい、すんごい硬いエラストマーっていうかすごい硬いゴムがついてるんで、これそれでそんな押せたん、押せたんでゴムのタイプがちょっと違う。 P 線についてるシリンダー内のゴムってこれで貫通してるんですよ中が、はい、なんですけどオイルダンパー用ってこんな感じで貫通しないで次のねこのゴムパーツにこうくっつけられるように穴が開いてて、こっちは突出してるって感じですね。ということで黒いラストマンにしました。ほら結構ストロークするようになった。もう結構押せる、うん、検証してみましょう。ちょっと楽しみですね。ちなみに、はい、このオイルダンパー、はい、インバート用が 25,980 円なので、はい、デイリーさん親切に最初から吊り下げ油圧ブレーキってこのセットで、うんうん、もちろん別々で商品は届くんですよ。あ、なるほど、なるほど。自分で組み替えなきゃいけないけどセットで買えるっていうので、うん、102,980 円なんで P2000 より若干高くなります。フィーリング次第でどっちがいいかっすね。そうっすね、そうっすね。もちろんうわーマジか、そうショールーム両方あるんで油圧はまだないですけど、うん、どっちかなっていう感じではある。でも高い。オイルナンバーのオプションつけると、はい、まあ廉価版じゃなくなるってことっすね価格的には。あ、価格的には本当そうですね、うん、まあ廉価版じゃないしな。それより5000円安いと、うん、若干P1000 と P2000 は同じぐらいの価格になるんで、はい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 、だからいずれ P2000 がなくなる可能性はあるかもしれないっていう予想かな。次はこの振動モーターつけてみます。どういう横揺れなのか縦揺れなのか。これはこういうこう揺れてる。だからこれはめちゃめちゃリアルになるはず。もともとこうアナログスティックと一緒でブルルルルってなこう回転型のモーターとかファナテックついてたんですけど、こういう風に揺れるんでどうなんだろうね、その分結構強ってなるんかな。どうなんでしょう。ここで注意点があるんですが、はい、この電源パックは、はい、これだけ注文した人はついてきません、はい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 、なので1個しか使わない人も3個使う人も必ずこれ1つ、うん、必要なんです。いると。はい。おっと、1個8,980円。3点セット26,500円。400円ぐらい安くなるぐらい。そんなすんだ。する。電源パック入れると約32,600円ですからね。まあまあ、それも、ね、どのぐらい、そうっすね。どのぐらいのもんだかを、見てから、ね、はい、お金っていうのを決めましょう。はい。で、取り付けは、ちょっと、まあ、どっちでも付けられるんですけど、インバートと P 線。はい。見やすいんで、P 線の方で説明します。まずこのプレートをここにつけると、うん、この穴に。あー、最初から開いてんだ。開いてます、はい、でつけて、でこういう風にモーターをつけると。でそうするとこっち側からビス4つで止める感じですね、はい、じゃあペダルプレート外しとかなきゃいけないです。外さない、はい、こっちも外さないとダメなんで、うん、まあ、そうやって取り付けしてくださいってことです、はい、こう配線がね刺さる側、ここにね配線刺さるんですよ。あー、ここの PHR って書いてあるものに配線が刺さるんで、はいはいはい、そっち側に配線を出した方がいいかなって
そんな感じ。ああ、なるほど。うん、っていう感じですね。オイルダンパーと振動ユニットですね、付け終わったんで、これで走行はしてみます。あとはオルガンタイプの方のオプションパーツをやっていこうかなと。で、オルガンの方につけるのはこのヒールプレートっすね。おお、こんな感じなんだ。で、これがアンビエントライト、アンビエント反射してこう間接照明みたいな形ですね。これ磁石ついてるんで、磁石がついてるとこにパチッとつけて、端子をパチッとつけるだけと。え、じゃあ本当にこっから光が漏れるだけ？漏れるだけ。俺そういうの好きだけどな、オシャンっていう。ただオシャンにいくらなんだろう、値段が。いくらですか？アンビエントライトのみだと5500円です。ただこのライトも、はい、さっきの電源パックが必要みたいで、はい、電源アダプターとセットだと8100円です。だから、あ、多分これが必要ってこと。そうそうそう、だからモーター以外にも。マジか。ってことはさっきのあいつも光るんで、多分電源ユニットが必要なんで。これも電源必要。あ、9800円が単体で、電源アダプターで12400円。やっぱり2600円のその電源ユニットは全部の、もう これつけたい人はね、もう電源買うしかないんだ。そうです。そっか、 USB を PC につないで点灯させてみましょうと、はい、こんな感じで光ります。今 PC に USB で接続して電源入れただけなんですけど、要は初期設定でこんな感じのレインボーに光るって感じですね。で、アプリケーションを立ち上げたらまた色がねちょっと変わりました。青のオレンジっぽくなってる。シマジックのアプリケーション新しくなって、オートで全ハンコンとかペダルとか、うん、全部のフォアウェアアップデートできるようになったっていうのと、 SIM プロマネージャー自体もアップデートが、あの、入れ替えじゃなくて、あの、アプリ内でアップデートできるようになったんで、もうインストールと、アンインストールしなくていいんですよ、シマジック。楽になったっすね。超楽になった、本当にそれありがたい。で、ペダルのとこ行ってもらって、はい、ライトがあって、シムレイバー、はい、シムレイヒールトップですね、はい、あ、で、カラーで色変えれる、うんうんうん、はい、バーで変えられる感じですね。で、あと明るさも変えられる感じですね。 100% にすると明るくなって、0% にすると暗くなると、はい、消えるわけではない。これちょっと色変えようか。ほら、うっすら光ってる、うっすら光ってますね、うん、おー、すごい。 ABS とトラクションコントロールが効いてる時に何か発光させたりとかするんかな、まあ、今 ABS チェック入ってるんで、あ、 ABS がね点滅するかもしれないね、はい、サイクル、レインボーだね、レインボーサイクルだ。 P1000 のシムレイバーと、シムレイヒールストップですね、はい、の説明はこれで以上になります。で、もう一つオプション忘れました。シマジックホイールマウントですね。でもこれ結局こう P1000 とちょっと関係ないけど、今回ちょっと説明したいと思います。はい、ステアリング固定クリップだそうです。なるほど。アルマイト処理した円柱のパーツと、アルミフレームにつける用のビスですね。で、これアルミフレームのみではなくて、うん、別にワッシャーつけてこの木に打ったりとか、はい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 、はい、石膏ボードに対してあのアンカー打ってビスで固定するのも別にいい。壁にもいける、ね、壁にもいけるみたいな。俺の手が壁だとしたらこうなってるわけですね。それにこんな感じで、要はハンドルが固定されるんで、ちょっとあの映像出します。こんな感じに、壁でも木工でも付けられる感じですね。いろいろ出てるし、多分いろいろ持ってる人も多いと思うんで、うん、1900円だったらめっちゃありかなと。俺もこれ結構欲しい、たくさん欲しいかもしれない、うん、はい、ということで倉庫行ってみましょう。こんな感じでコックピットに取り付けました。で、シマジックのアプリケーションですね、もう電源も、USB も刺さってる状態です。なんで認識してます。振動モーターの設定したいんで、フィードバックってところですね、アプリケーションの。こんな感じになってるですね。うーん、クラッチもこれあるけど、フィードバックオプション、クラッチって何、クラッチなんかなんのこれ。とりあえずバイブレートっていうボタンがあるんで、これでバイブレーションすると思います。ちょっと押してみます。お、ああ、クリックしてるときにバイブレーションする感じですね。な、あ、じゃあ押しっぱなしだとずっとバイブしてるってこと？こんなに強いんだ。あ、クラッチは別だ。ブレーキ。オッケー。この音で聞こえてると思うんですけど、結構強いし、うん、あのブレーキ踏みながらバイブレーションさせると、なかなかそれっぽいのが出てきてる。もうちょっと今、はい、あの振動周波数、要は細かいか粗いかって感じなんですけど、例えば 10Hz にするとこ
な感じで 50Hz にすると振動の細かさを設定するところがあって、これ ABS 多分もうちょい、あ、これ下げすぎちゃダメですね。あ、そうですね、 28Hz 以上にするとそんなにモーターが動かなくなるみたいです。あー、うん、なるほど。これこれ苦情来るな、家だと。いいね一気に3つ押してということで、フィードバックオプションっていうのがあるんですよ。でフィードバックオプションはクラッチ ABS トラクションコントロールオフなんで、やっぱりエンジンサウンドによってのフィードバックは、フィードバックっていうかないっすね、その振動は。トラクションコントロールが入った時だけ振動する、 ABS が入った時だけ振動する。クラッチは半クラの状態で振動が起きる感じにできるみたいです。何パーセントの割合でクラッチを振動させるかっていうのがあるんですけど、うん、まああのジャダー表現かな、トラあのミッションエンジンマウント、ミッションマウントのつなぐときにダダダダダっていうジャダー表現がまあできるかなっていうところだけど、とりあえず走行しながらこれセッティングしてみます。はい、じゃあ今入ってきたんで、とりあえずね走行してみます。トラクションコントロールとか ABS とかとりあえずつけてない状態なんで、クラッチだけついてるんで、クラッチはねニュートラルでそうなるんだちょっと待って、この 25% から 75% までのところで振動すると、ゲーム内でつながり始めるのが65、切れ始めるのが60ってなると、65から60の設定にしておけば一応クラッチの半クラは分かるっていう。でブレーキは ABS にしときます。こんなにいらない、なんかブリブリって感じじゃなくてゴロ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 って感じだから、もうちょっと欲しいかもしれない。でもまあまあ ABS 表現としてはいいかなって感じですね。アセコル側もトラクションコントロール付き合いとダメですね。ブレーキもめっちゃいいやん。おお、あ、なんかそれっぽい振動、トラコンかけないようなギリギリのアクセルワークが狙えるかも、振動で。あのこれオイルダンパー、これあった方がめちゃめちゃリアルになる、ストローク量ってことは。ストローク量伸びたってこと？伸びた、うん、でちょうどいい伸び方したっす。でぼちなんで、ロットっすね、ブレーキのあの、油圧のロットは一番短くしてあります。遊びができた。ここら辺は今までもう手前からちょっと固めだったんですけど、カタカタっていう遊びができたんで、これがめちゃめちゃ実写っぽい。奇跡的に多分こんな感じになってるんだろうな。うん、ABS もめちゃめちゃいい感じ。うん、こんな感じだもんな。もうちょっとでも奥かもな。もうちょっとブリブリさせたいけど、なんか打たれてる感マックスだけど。そうなんだ、うん、トコ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 って感じ、ブリブリブリって感じ。振動を弱めたから、うん、床にも伝わらないし、うん、その今普通にSIMを操作してる上では、うん、その振動の音は分からん。はい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 、うん、わ、これペダルの位置関係もめちゃめちゃ良くなったわ。ヒール&ってめちゃめちゃしやすい。あ、オイルダンパーに、オイルダンパーだったらストロークが伸びたんで奥でヒール2するんで、今までは手前だったんでね、うん、2万5000円の価値あり、ね、元々の P 線のストローク量だったらあった方がいいっすね、これは、まあ、でも確実に P2000 の価格は超えるけど、うん、いろんなコックピットにオルガンでつけれるから。そうなんですよ、吊り下げでつけられるから、ね、またちょっと話は変わってくるっすよね、うん、P2000 とはまた別の。
これだったらまあそれっぽいかもしれないです。市販タイヤって感じ。スリックとかじゃないけど、そのもっとグリップ高いタイヤだと、多分もっと奥で ABS が効くと。キャリブレーションとかし直すとちょっと良くなったりも。まあまあ任意な場所でその ABS が効くタイミングをこれで分かりやすくなったって感じですね。その ABS が効いてからどれぐらいの強さで振動させるとかじゃないんで。ああそっかそっか、 ABS 効いたところで振動しちゃうの。そう、ゲーム側の ABS のところで振動するんで、ペダルの設定を繊細にできるようになったかも。ああなるほど、ね、ここで ABS が効くからこんなもんかなっていう。はいはいはい、そうですね。でもトラクションコントロールとかそのゲームをそのシミュレーターとして走らせる上でトラクションコントロールついてるんだけど、トラクションコントロール効かないギリギリの場所でその立ち上がりたいとか、そういう練習に関してはすごく分かりやすい。今トラ君が効いてるか効いてないかっていうのをすごい分かるんで、あこれ効いてるんだな、もうちょっとアクセル離すかなとかね、若干リアが滑ろうとしてて車が転がってないなって時にもうちょっと転がそうっていう風な感じで、まあそのね振動ユニットもまあ良かったかっていうか、そのなんていうの、オプションとしてはすごいありなんですけど、 ABS とかねリアルになるという。オイルダンパーっすね、それよりも差が出たのが、そのストローク伸びたのは、伸びた、間違いない間違いない、もう1センチぐらいだ、ちょうどこんぐらいで設定できたらいいのになっていうところになっている、はいはい、踏み心地どうすか、ありなしで言ったらストローク量別として、はいはいはい、踏んだ感触っていうのはありなしで言ったら、めっちゃいいっすよ。あ、うん、ブレーキがそのありだね。オイルに関しての、はい、ではオイルって何が違うかっていうと、そのペダルのこの動きに減衰がかかるわけですよ、はい、要はパタ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 動いてたのがシコーシコーみたいな感じで動くわけ、うんうん、それが結構ねそれっぽいですよ、車っぽい動きしてくれる。ABS もまあまあそれっぽい。あいやけでも結構奥で効くね。もうちょっとゴリゴリするんですよね、うん、今はこうゴロ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 とか、はいはいはい、タンタンタンって感じですけど、プリ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 って感じで効くから。でも踏み代で、まあまあこれは人によって感じ方違うんで、足のパワーも違うじゃないですか。僕トントントンっていう瞬間があるんですよ、はい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 、でそっからさらに奥踏むとドドドドドドドってなるんで、この足のパワーにもよって人の感じ方多分変わると思うんで、これはでも分かりやすいかな。すごくブレーキは確かに絶対買いかもしれん。でアクセルに関しては今現状のアプリケーションではトラクションコントロールのみじゃないですか、はいはいはい、ファナテックみたいにホイールスピンした状態で振動してくれるんだったら、トラクションコントロール関係なしに振動体験とか滑ってる感が分かるんじゃないかなと。レースカーでもトラコンオフで走ってる人も体験できるように。でクラッチに関してはちょっと思ったのが、これなんかリアリティ求めるにはないけどあった方がちょっとぽいよねっていうところで言うと、エンジンスタートのためだけのモッドとかキーが欲しいっていう声って実はあるじゃないですか。そういう人にはありかも。だからスタート以外もこの振動を使わないけど、この最初のスタートする瞬間、1日に何回かしかならないこの振動があるだけでも臨場感は増すと思う。そうそれだけだからめったに振動はせんと思うけど、それを8000円で買いたい人向けかな。そう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 、8000円でも買えそう、買ってもいいかな。アップグレードしたい人は多分いると思うし、いやこれ満足できる人結構多いと思う。うん、いやこれ楽しい。まあオルガンとあれの比較がまた変わってきちゃうんで、どっちも好きっていう人、オルガンだともうちょっとストロークが伸びるイメージ、伸びてないけど伸びるイメージな感じだったんで、オルガンのレビューの時はだからオルガンだと逆にストロークしすぎてるっていうイメージはあるかもしれないですね。この間ちょうどよかったんで、オルガンのペダルってこんなもんで、レースってもうちょっとみんなね、後ろの要はあのマスターがない状態なんで、そうっすね、もうちょっとストロークないよねっていう状態で、でも市販車っぽいストロークができたねっていう感じのレビューだったんで、ちょっとねストロークが長くなっちゃうかもしれないんですけど、ストローク短くするにはあのゴム硬くするだけでいいんでね、後ろの、あとあのなんだっけ、付属のあの金属のもの、
はい、あれを 2,3 枚入れることによってストローク短くできるんで、ストローク短くする分には全然何でもできちゃうんでね、このペダル。まあ、あとはその振動のアプリケーションもちょっと改善していただきたい。まあ出たばっかなんで、出たばっかでしょうがないですよね、はい、そこら辺はですね。だからまあ ABS は楽しい、うん、ABS はいいと、すげえ分かりやすいから、あ、とりあえず1個かな、うん、今んとこは振動に関しても、ね、はい、1個あれば十分かなって、うん、ですね、うん、もっといろいろ欲しい人は 2,3 個買ってもいいと思うけど、です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 。これはショールームに置く感じですか。いやー、これもね、今シマジック結構ね在庫薄なんすよ。ない、なし。つけるかどうかはちょっと分かんないっすね。まあつけるときはツイッターとかでね、ああ絶対告知します。ついたらねこれ触ってもらった方がいいかも。まあよかったと。うん、いや、はい、VNM と比較できれば最高なんだけど、ショールームでね、はいはいはい、あのどっちもいいっていう感じだと思う。うち的にもすごく好み、はい、そうですね、うん、これは久々にいいペダルに出会えたかな。まあもちろん市販車寄りですよね、うちが好みなのは。レース系の人は多分そうじゃないとか、うん、遊びがとかいろいろ出てきちゃうと思うんで、うん、人それぞれなんで、できれば触って合うやつ、もしくは買ってる人いたら、うん、オイルはブグレードする価値はめっちゃあると思う。そもそもインバート買う人って市販車メインで多分遊んでる人だと思うから、うんですね、うん、これはマジでおすすめです、はい、で振動に関しては、ブレーキのみはマジでおすすめです、はい、買っても損はないと思います。次またなんか面白いの来たらすぐレビューしたいと思いますので、はい、また動画をご期待ください。それではダイエットリーでした、はい。